ディセンバー・ボーイズは2007年に公開されたオーストラリアの映画。原作はマイケル・ヌーナンの同名小説。ハリー・ポッターシリーズで主役を演じたダニエル・ラドクリフの出演で話題を呼んだ。1960年代のオーストラリア。アウトバックにあるカトリック教会の孤児院に4人の孤児がいた。4人とも12月生まれということもあり、12月の1、ヶ月間。 個人から離れた浜辺の家で夏を過ごすことになった。ところが、養子縁組話が湧き上がったことから4人の間に亀裂が走る。カンガルー島撮影は主に南オーストラリア州南方にあるカンガルー島で撮影された。島はフリンダース・チェース国立公園に含まれているため、独特の景観を生かして幻想的な場面が作り上げられた。時代背景は、 原作では1930年代のオーストラリア大強行であるが、映画では1960年代となっている。また個人の子供の数も、原作では5人であるが、映画では4人となっており、マップスが最年長という設定に変更されている。また映画では原作にはない子供から大人への成長を描いている。未成年の喫煙シーンなどがあるため、各国で、 レーティングがなされている。アメリカのオンパーは PG-13、オーストラリアのオフルクは PG、日本のエーリンは PG-12 に指定している。ありがとうございます。